小社長です。今日は本物のお菓子みたいなチャームが作れるメイキングトイ、こちらドドドーン、パウチャームサンリオキャラクターズ、こちらで遊んでいきたいと思います。前にすみっこ暮らしのパウチャーム紹介したんですけど、皆さん覚えていますか？こちらのパウチャーム、本物のお菓子みたいなチャームがめちゃくちゃ簡単に作れるおもちゃで、しかもめっちゃ可愛いんですよ。そんなパウチャームに今回新しくサンリオキャラクターズが登場しました。うわー、ほんとね、これがめちゃくちゃ可愛くて、もうこのパッケージからさ伝わっているんじゃないかと思うんですけども、今回はこちらでサンリオキャラのお菓子チャーム作りをやっていきたいと思います。それでは早速開けていきましょう。パッケージはこちらです。サンリオキャラがいっぱいいますね。えちょっとさ、本当にさ可愛すぎてさ、どうしよう、可愛すぎて困惑しちゃう。そして今回もプルプルジェルとか、あとキラキラのトッピングとかいろいろ入っていて楽しそうですって。15個も作れるたっぷりセット、とても内容が楽しみですね。でここに簡単に作り方は書いているんですけど、パーツを入れてパウチして出来上がりっていう感じになっています。てれれれれーん、いや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 、ここにもいたよサンリオキャラ、かわいすぎるよ。じゃじゃじゃーん、こちらです。まずこちらパウチャームメーカー、なんと今回ピンク色になってます。そしてその下のこれがプルプルジェル、こんな感じのもっちもちのプルプルのジェルです。これめちゃくちゃ気持ちよくって、一度はさ触ってみてほしい、この弾力のプルプル感、ブヨーンって。そして次チャームシート15種類も入っています。デザインはこんな感じ、キティちゃん、いやめっちゃ可愛いよね、本当にお菓子のパッケージみたいな感じなのがすごく可愛い。あ、これはいろんなキャラが集合してるやつだったり、あとタキシードサムだ、あバットバツマルも、あ見て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 、お花畑のこの繊細なデザイン、すごい可愛くないですか、ケロッピー。なんかケロッピーはさ、この輪郭が太く取られてるからか、レトロな雰囲気。あ、これも可愛い。どうしよう。どんなの作ろう。あー、待って、可愛い。もうみんな可愛いんだけど。マイメロも、あー、ハンギョドも、シナモロールも、ポチャッコも。これもみんな集合だ。キャラクター単体のデザインもそれぞれ入っているから、推し活とかにもぴったりですよね。そしてもう一個チャームシート、クリアのやつも一つ入っています。これはクリアだから練習に使ってもいいだろうし、あと自分の持っているさ、シールとか、そういうのペタペタ貼って、オリジナルのデザインにして楽しむのもいいですよね。続いて、キラキラビーズ、クリアとピンク2種類入っています。これは音がすごくいいので、ASMR を楽しむお菓子チャーム作りだったらこっちがおすすめ。続いて、キャンディースポンジ。これもさ、もう可愛い見た目。そして触り心地がグミみたいなプニプニしているスポンジです。これも一度は触ってみてほしいな。そしてこちらがポンポン。こっちもカラフルな色が入っていて、とても可愛いです。トッピングパーツ入れる時の測りスプーン。ボールチェーンはブルー、ピンク、ゴールド3色です。そしてこれがめちゃくちゃ可愛くてさ、キャラクターシート。これすごい神アイテムだと思って。これを自分でハサミで切ってトッピングパーツに加えるっていうもの。だからさ、例えばこのチャームシートの中になんとプリンくんを入れることもできちゃうっていう。外側のパッケージだけじゃなくて中にまでキャラクター入れちゃえるの最高すぎませんか？どんなデザインにしようかさ、デザインの幅がめっちゃ広がる。そして最後、取扱説明書、セット内容は以上です。それでは早速作っていきましょう。まずはチャームシートを1枚選んでいきます。どれにしよう、全部可愛いんだよな、マイメロも可愛いよね。
キラキラビーズがピンク色あったから、それは絶対マイメロに入れたいな。あ、プリンくんのプリンがいっぱいついてるのも可愛い。全部可愛すぎて選べないかも。なんかもう3年ぐらいはこれで悩んでられそうな気がする。あ、可愛いな、ポチャッコも。あ、ケロッピーのこのさ、緑色メロンソーダっぽく作ったらめっちゃ夏っぽく美味しそうっぽくなりそう。タキシードさんも可愛いし、バツマルくんも可愛いよね。いや、どうしよう、どれにしたらいい。ここはやっぱキティちゃんか。まずは確か50周年を迎えたキティちゃんなので、キティちゃんにします。それでは作っていきたいと思います。まずはこのチャームシートをしっかりと半分に折り目をつけちゃいます。キュッキュッキュッと折り目がついたら、パウチャームメーカーを使って、まずは両サイドをパウチしてくっつけていきます。で、このパウチャームメーカー、乾電池でも使えるんですけど、市販品の USB ケーブル、タイプ C のやつが対応しているので、個人的には電力が減らない USB がおすすめです。電源をつなげたら、ここにスイッチがあるので、バツ印から丸印に移動させます。そしてこっちの方が時間設定なんですけど、最初だけ1番の方に移動させておきます。で、この状態で1回、最初温めるために何も挟まずにギュッと透明カバーを押します。ランプが消えました。これで準備 OK です。この最初の温め大事だからちゃんとやってね。ではではでは、早速チャームシートをパウチしていきます。両サイドを挟めておいて、で、時間設定はこの時から2に移動してやっていきます。では、パウチ、えい。消えた。で、すぐの時はここ熱くなっちゃってるので、20秒ぐらいこのまんまの状態で置いて冷まします。そろそろいいかな？あ、くっついてるわ。ちゃんとくっついてるね。すごいよね。簡単すぎじゃない？これで反対側も同じようにパウチしていきます。えい。どうでしょうか？あ、ちゃんと袋になった。ねえ、可愛すぎじゃない？何入れようかな。やっぱキティちゃんは赤いイメージない？赤いリボンつけてるからさ。だからトッピング系も赤入れたいなって思うんで。あー、でもな、これも使いたいよね。キティちゃんにキティちゃん入れちゃうみたいなさ。いや、絶対可愛い。あー、どうしよう、何入れようかなって迷った時は、説明書の方にレシピもあるので、これを参考にするのもいいかも。キティちゃんレシピの方ではプルプルジェルとポンポン、あとキティちゃんのキャラクターシート切り取ったやつ、これを詰め込んでる。いや、迷うな。赤いポンポンいいよね。私も赤いポンポン入れちゃおうかな。赤いポンポン、あ、赤は赤だけどちょっと若干違う。これオレンジかな。赤っぽい、オレンジっぽい感じのもある。でもこっちの赤かな、今回は。あ、ピンクとか入れちゃっても可愛いよね。赤とピンクミックスとか。あー、どうしよう、赤にしようかな。全部赤にしちゃう。あ、でもさ、キティちゃんってさ、体は白じゃん。白いポンポンもちょっと入れたいな。あ、めっちゃキティちゃんカラー。キャラクターシートどうしよう、ここで入れるかな。いや、でも入れたら可愛いよね。どうしよう、キティちゃんもさ、全身バージョンと顔だけバージョンがあるからね。入れるならどっちにしよう、顔だけかな。あ、どうしようかな。こっちの顔だけキティちゃんの方にしようかな。チョキチョキチョキと。ハサミで切り取っていくので、ハサミを使うときは大人の人にお願いしてやってもらってください。チョキチョキチョキと。チョキチョキチョキと。切れました。これを中に入れていきます。さらにプルプルジェルも入れちゃおうと思います。で、先にプルプルジェルにトッピングパーツを入れちゃって、で、一番上にキティちゃんがちゃんとさ、こ
このパッケージから見えるようにしたいので、ちょっと上にこんな感じで、ほっ、キティちゃんがちゃんと、あ、いいねいいねいいね、キティちゃんが見える位置に微調整しながら、あ、めっちゃ可愛いじゃん、え、可愛いじゃん。あ、ちょっと待って、ここのパッケージにさ、リンゴいるじゃん。なんかリンゴイメージしちゃってさ、緑のポンポン1個追加しとこうかな。アップル感が出たらさ、すごい可愛いんじゃないかなと思う。ほら可愛くない？え、可愛いんだけど、どうしよう、こんな感じだ。最後、上部分パウチして閉じていきます。で、ここでのポイントは空気をね、抜くこと。ここでしっかりとできるだけ空気を抜くと、このプルプルジェルよりね、触り心地が良くなるので、できるだけ空気を抜いて閉じます。これで挟んでパウチ、てれん、できました。かわいい、かわいくない？いい位置に来たね。触り心地はプニップニ、めちゃくちゃいい感じに出来上がりました。ボールチェーンはピンクかな。キティちゃんのお菓子チャーム完成です。いや、めっちゃ可愛いんだけど、すごい可愛いじゃん。他のも作っていこうかな。次はポムポムプリン作っていこうと思います。よーし、まずは両サイドパウチです。えい、結構待ち時間がある作業なんですけど、この待ち時間かなり大事なので、しっかりね、ランプが消えるまでしっかり待ちます。で、反対側も、えい、冷まします。冷ましている間にポムポムプリンクイズ。ポムポムプリンの好きなものは何でしょう？正解は、ふにゃふにゃしたものです。ふにゃふにゃしてるといえば、やっぱプルプルジェルだよね。なんか、ポムポムプリンの好きなものを、ここには詰め込んでいこうかな。あと、このキャンディースポンジ。これの、しかも、黄色だよね。やっぱ黄色。あ、だけどな、オレンジもいいか。オレンジと黄色のミックスにしようかな。それプラスさ、ちょっとキラキラさせたいから、これも入れちゃって、あとこのキャラクターシートも入れちゃおう。もうてんこもりもりだ。プルプルジェルに音を楽しむというより、キラキラさせたいだけなので、ちょっとだけ気持ち入れといて、そしてキャンディースポンジを詰め込んで、あー、かわいい。ここにさらにプリンくんをドーンと。中に入れまーす。ひょひょひょ。このプリンくんの位置が大事よね。ちゃんとさ、ここに来てほしいから、ここに来るように誘導して。かわいいのできちゃうかも、また。めっちゃかわいいんだけど。これで閉じまーす。パウチ。これで完成でーす。かわいい。ねえ、どうする？可愛すぎてどうする？キャラクターを中にまで入れちゃえるのがさ、たまりませんよね。続いて、タキシードサム、両サイドくっつけていきました。で、このパッケージのところがさ、キャラクターシートにあったこのやつだったので、ここで2個、豪華に2個も使っていきたいと思います。やっぱりちょっとさ、寒いっぽい感じにしたいので、氷の上を歩いているようなシャカシャカ感をこれで入れたいのと、あとグミーって書いてあるので、グミー感ある触り心地のキャンディースポンジのブルーを入れていこうかなと思います。これはやっぱ ASMR 系かな。もうぐしゃ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 っていい音鳴るようなのに仕上げていきたいなと思います。あとちょっとポイントでさ、ピンク入れたいな。つけてるリボンがピンク色なので、ピン
クのポンポンも1個ぐらい。あ、でもちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、足が黄色だから、足の色、くちばしもか、この黄色と、あと体のさ、白い色、それもこのポンポンでちょっとさ、リンクさせるようにしてみようかな。じゃあ、入れてって、入れてって、もうちょっと、じゃあ、これでキャラクターシートをちゃんと見えるところに配置していって、パウチ完成しました。これは音がいいので、いきますよ。めっちゃ良くない？もうなんかさ、暑い夏をちょっと涼しくしてくれるような音じゃない？パチパチパチって炭酸が弾けるような音。次はこのパッケージでキャラが何種類か集合しているやつやってみたいと思います。で、最初にプルプルジェルをキラキラにしていきたいと思います。なんかこれ混ぜるとさ、ジェルがキラキラして可愛いなって思うんですよね。こんな感じで可愛くない？ちょっとピンク色っぽいジェルになりました。さらにキャラクターシート、ポムポムとマイメロとクロミちゃん、こっちにつけて、反対側をポチャッコとシナモロールとタキシードサムで、この状態をちょっと維持するように詰め込んでいこうと思います。あ、言うてもこの柄と少し被っちゃうかな。あ、こっちの方が断然可愛い。デザインがしっかり見えてさ、可愛いです。すっごく可愛いのができました。こっちから見たらさ、このパッケージのデザインだけなんですけど、この裏側、てれー、可愛すぎる。もうキャラクターが全員集合しました。めっちゃ可愛くないですか、これ。こんな感じで15種類全部作っていきました。いかがでしょうか。本当に本物のお菓子みたいなのがめちゃくちゃ可愛くないですか。特に今回キャラクターシートが本当に可愛くて、この中にキャラがさ詰められるっていうのが本当に可愛いポイントだなと思います。で、これはプルプルジェルを入れてるので触り心地がめちゃくちゃいいんですよね。で、あとキラキラビーズを入れているやつはやっぱ音ですよね。プルプルジェルの時とはまた違う良さ、この ASMR が楽しめちゃうこの感じ、これもさ、ずっと触ってたくなるいい音ですよね。あとデザインでやったら、今回ケロッピーもお気に入りで、ちょっとレトロにメロンソーダをイメージして作ってみました。緑のスポンジでメロンをイメージして、メロンソーダといえばサクランボが乗っかっているイメージなので、赤いポンポンをサクランボに見立てて、シュワシュワシュワっとした炭酸をキラキラビーズを入れて再現みたいな。そして後ろから見ても可愛い。完成したチャームはつけて歩けるのが嬉しいですよね。ていうかこの組み合わせめちゃくちゃ可愛くないですか。これパチェレーのバッグなんですけど、色味がさ、クロミちゃんのこのチャームとぴったり合っちゃった。こういう小物と小物との間のコーディネート楽しむのもいいよね。そして前に動画でも紹介しているんですけど、パウチャームシリーズにはすみっこ暮らしもあります。すみっこ暮らしの方もとっても可愛くて、こちらもたっぷり15種類作れます。そしてなんと今回新しくリフィルセットも登場して、さらにたくさん作れるようになりました。ぜひこちらの方もチェックしてみてください。ということで今日は新発売のパウチャームサンリオキャラクターズで遊んでいきました。いかがでしたでしょうか。もうさあ、可愛すぎじゃないですか。このパッケージ一つ一つのチャームシートのさ、デザインがとにかく可愛いのと、あと今回キャラクターシートが入っていたので、中にキャラクターを詰め込める楽しさ、
本当にいろんなデザインを作って楽しめるようになっていて、とても感動。そしてやっぱ作り方がめちゃくちゃ簡単っていうのも嬉しいですよね。シートもいろんな色があるので、これはぜひ推し活にもぴったりなので、皆さんも楽しんでみてください。パウチャームのこともっと詳しく知りたいっていう方は概要欄にリンクがあるので、そちらからチェックしてみてください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。